どうもこんにちは、チカラクロスフィットのテアです。今日今朝ね、リーボッククロスフィットゲームの最後のオープン予選のワークアウト第5弾が発表されました。そして今回のワークアウトは7分間のアムアップです。3回バーベルスラスターをして、その後に3回チェストゥーバープルアップを行います。それが終わったら6回、9回、10回、12回、15回といっていき、これでもし7分間でまだ時間があるって人はこの引き続き18回、21回、24回と行ってください。そして誰が一番ね、できるかってことを競ってきます。必要な機材はバーベル、そして必要なだけのウェイト、そして懸垂のバーです。スラスターでの男性のバーベルの負荷は45キロです。そして女性は30キロで行ってください。バーを床に置いてしっかりと立った状態からスタートです。スラスターはバーベルを肩に乗せ、フロントスクワットのボトムポジションから頭上のオーバーヘッドポジションまでバーを上げます。腰を膝下まで下げます。膝、腰、肩、肘がしっかり伸びた状態までバーを上げ、バーをくるぶしの真上まで上げましょう。バーベルを肩に乗せるとき、スクワットクリーンをしてそのままスラスターに移っても構いません。チェストトゥーバープルアップというのは、胸がしっかりとバーにつくまで体を上げる懸垂です。胸の位置というのはこの鎖骨よりも下の位置です。毎回肘が伸びきるまで下がってください。この2つの条件を満たせば勢いを使わずにやるストリクトプルアップ、勢いを使って行うキッピングプルアップ、またはバタフライ、このどれを使用しても構いません。ビデオ提出をするための撮影の条件なんですけど、まずはじめに機材をしっかり取ってください。自分が使っているウェイトの負荷がしっかり分かるように撮影してください。アスリートの他にストップウォッチを持ったジャッジが映っていなければいけません。ビデオの撮影は動作がしっかりと見える位置から行ってください。ビデオの編集をしてはいけません。